いやほんとお前ら言い換えにしろよお前。増税増税ってね。払うのは俺たちなんだから。ね。なんか安定財源とかね。将来世代の付けを残すとかね。そういう風に思うんだったらお前らがなんとかしろよ。ということで、今回も記事を読んでいこうと思います。議員特権は300億円以上と。第3の給料も。岸田自民の増税発言が身を削れと批判される理由。ほんとね。このあまり、岸田、ふざけろよ。と 俺の前に出てこい。みたいなことを言いたいですね。もうなんかね、こういう人たちを見ると、決着は暴力つけた方がいいんじゃないかなっていうふうな考えも、私はね、十分納得しますよ。暴力以上の暴力、つまりは権力を使ってきてるわけですからね。なんですかこの、なんかパンチをこうやってね、なんかことさらに見せるようなポーズとってますけども、俺のパンチ食らってみろって言うんだよ、これやろ。えー、岸田総理が突然公表した防衛増税に続き、自民党の甘利幹事長が、 少子化対策の財源として消費税 <laughs>。だからね、こうやっておじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん二人組はもう少子化とか考えなくてもいいですよ。もう早く引退するのが何よりもの少子化対策です。こういう人たちがいるから、もう世の中悪くなる一方なんですよ。大体もうね、年取っちゃって、その視点でしか物見れないわけですから。じゃあこれから30年先を考えていく人、50年先を考えていく人って誰ですかと。あなたたちではありません。ね。 今、10代や20代の方が、どういった社会だったら出ていきたいのかってことを、その視点から考えてもらった方がいいのに、そういう人たちを無視してね、なんか老人の考えで世の中はいつまで経っても動かしてるわけですよ。今、起きてる問題の全ては、この2人の、中にね、責任がありますよ。まあ、自民党全体に責任があると言ったそうなんですけどもね。 え、まず議員が身を切る改革が先。これもね、前々から言われてるんですけども、なかなか身を切らないですよね。で、橋本徹さんもね、同じようなこと言ってました。国会議員の特権廃止や歳出改革などを挙げた上で、これをやりきるなら消費税1%増に賛成。逃げずにやってよと、投稿したということなんですけども、結局こういう声を全然取り上げないんですよね。だから、なんてうんですかね、私は思うんですけども、岸田総理とかね、甘利じようとか、偉そうと言うんだったら俺の前に出てこいと。 言いたいこと言ってあるからよ。で、まともなことを言う人の前には出てこずに、いいですね、岸田総理いいですね、あまりさんみたいなこと言う人だけの周りに従えて裸のお様になってるわけですよ。本当に裸にしたろうかみたいな感じですけどね。で、国民の怒りが背景にあるのが、いわゆる、議員特権の存在。うん、だからね、特にね、立ちが悪いのは、あの、立憲民主党みたいなおかしな野党の皆さんなんですよ。この人たちは、下手に政権を取って責任を取る立場にならなければ、ずーっとね、 批判するだけで金が入ってくるわけですよ。一番楽なポジションなんですよ。立憲民主党の皆さん聞いてますやる気ないでしょ、もう。もう早くやめてくれよと思いますよ。ね、小川淳也さんもね、国民の味方みたいな気がして、結局国民を苦しめることばっかりしか言わないというね。しかも責任のない立場に自分からね、行くというね。えー、なんか、幹事長何な、何でしたっけね。政調会長という立場を自ら降りたってって、もっと楽な立場に行っただけだよね。お前もね、総理大臣にはなれないよ。本当に。 やもう辞めちまえよ早く50になったら辞めるって言ったのに、まあ、まだ続けるつもりなのか転職しろ転職をと思います私は50になったら辞めますとか言ってね50になっても続けますとか言うわけですからまあこれが国会議員の正体ですよ甘いミスってのはね吸い続けるわけですよ大体いいこの国を支えてるのは誰だっていうことなんですよそれは税金を絞り取られてる私たち庶民なんですよねだからね あの、令和の国民一揆とかね、起こせるもので起こしてみたいですよね。その一揆の先頭に立つのがガーシー議員なんではなかろうかと思いますけども、早速潰しにかかるような人がいるわけですから、立ちがあれですね。ええー、と、美藤さんはそもそも国会法の規定がおかしいと。いやもうね、こうなったらね、暴力の順番にものを決めてもいいんじゃないかなって私は思ってきましたよ、本当に。<laughs> ややこしいんで。ぶん殴って、言うこと聞かせようかって話ですよ。聞いてますか聞いてますかね。 まあ本当にそういうふうな考えが増えてきても、どうしようもないですね、これはね。大体革命ってのは、暴力によって権力を追い落とすところが歴史上繰り返されてきましたから、選挙なんかじゃあことは決まらんよっていうのがね、その民主主義の否定だって言いますけど、民主主義は機能してませんよ、もう完全に。民主主義は否定しましょう、こうなったら。うん、もうなんかね、暴力主義 <laughs>、戦争主義 <laughs>、こういった風にやけになった人は思うでしょ で、やけになった人を作り続けたのは誰ですかってことを問いただすときに自民党っていうふうになるわけですよ。で、自民党の人はもうそろそろ人生握りり世代に入ってますから何事もなかったよねってことで終わるんですけども残された世代はまた再び暴力と混沌の世の中ね、ひゃっは、北斗の剣だぜみたいになっちゃうわけですよ。危ない危ない。お前らのせいだぞ。自民党これやろう。なんとかしろ。ということでございました。終わりです。